キャビオートキャビおやすみを口づけろああ愛を胸に抱いた震えた涙日に結ばれるまだ見ないあなたよこの体も真心も送りたい昨日から明日へぐらい前だったかな。やっぱり和光に行ったんだけど、その時にさ、まあ来てて すんげえまずかったんですよ。そこのお店はイオンの和光は多分イオンができた時からずっと入ってんじゃないかな。まあ、ちょっと何年前からにできたか忘れちゃいましたけど、10年ぐらいかな。その時から多分ずっと同じ場所で同じようにお店やってると思うんですけど。ほとんどね味変わってないんですよ。すごい美味しかった。特にお米っていうかご飯がすごい美味しくて、まあ、ご飯おかわりできるからね、とんかつ屋は。本当にご飯すげえ食いたい時は和光行くみたいな感じでずっと来てて、まあ味変わんないし、まあ特にメニューなんかほとんど変わんなかったと思うんですけど、この間までね。ずっと同じ味で安心してさ、いつ来てもまあ美味しいからってすごい安心できる、そういう意味でねお店だったんですけど、3ヶ月ぐらい前に行ったら突然嘘っていうぐらいまずくなってんの、びっくりしちゃってさ。でしばらく行かなかったんだけど、ちょっともう一回行ってみようぜって言って昨日さ和光行って食べたらね、まあそこまではひどくなかったんです。まずいっていうようなあれでもないんだけど、でもやっぱりねカツの衣揚げ方やっぱり落ちてるしすごい硬いんだよね。ご飯の炊き方もね、米の品質なのか炊き方が良くないのか、ちょっとねまずくはないんだけど、ちょっと芯が残るような感じの、前に比べたらやっぱ落ちるなっていう。キャベツは美味しかったですけどね。だから多分厨房で調理してる人、職人さんみたいな人が変わっちゃったのかなと思ってね。味まあ落ちてますよね。だからまあすごくいつも行くわけじゃないけど、まあ、例えば月に1回とか行ってたお店だとすごい残念なんだけどね。まあ幸いその前に1回行った時に比べれば多分味はだいぶ良くなってるから、多分そこで調理してる人が変わったんだろうと思うんですよ。だからまあそれに比べればね、前の時に比べればまた良くなってるから、その前の味、ずっと食べてた味にまたね近づいてくれればいいなと思うんですけどね。ちょっとね心配なんですよね。僕はねこの前の美味しいとんかつも食べたいなと思うんですけど。